Welcome to the world of Street Fighter. Fighters ready. Engage. 続いてはこれ 1P 側がフロさんで 2P 側がマッチさんですね。うわー、ベッドだったんだ。危険はちょっと出なかったですね。そう、中パンチ時代、現役中でも強い。うー、立ち台パンチ。素晴らしい。あー、それ確定ですね。止まらず、うまい。うわ、カラジャンプ DC。 あー、もう何も食らえない。うわー、取れないやつだ。あー、投げ暴れ強いですね。本当地獄ぐらい車一発で弾いちゃうから、ユンガーは相当気抜けないっす。やって殺をして、これもお互い同意の前方停止ですね。すごく痛い今のは。ダメージもそうだけどゲージがストレス全開ストレス全開の DX2 章が出ましたね。We await your return, warrior. Welcome to the world of Street Fighter. Yeah, well, hey, well, battles. Yeah, I'm waiting for this. Are you ready? Go. 続いてマツさんはメインの放棄ですね。うまっ、ガードしてる。打っていく。わ、キャンセル遅かったかな。あ、今は確定だったんですけど、ここで扱う。焼き投げで回収はさせないぞと。素晴らしい。あ、今の多分確定してなかったんですけど、マチさん動いちゃったっぽいですね。うわ、長い。波動拳出てたってことはやっぱなんか仕込んでるんですね、マチさん。ああいうのに全部、ここは本気。うっ、すげえ減った波動メッパで終わってたくせ。大パンしゃがみくらい2割ぐらい減りましたね。ガードしてる。うっ、うっ、あー、出ちゃうけど、これ陣内使いますね。上がってきなして、いって、
これは、ああ飛べない、ギリギリ飛べない、相当ギリギリでした今。垂直だったら避ければしたかも。さあ続いて黒さんのメインキャラヤンですね。うしっかり風呂さんも風呂さんでちゃんとあの4発目赤風呂にしてますしね。うわーバレてた臭いな今の中足最速で出たってことは。うやばいスタンチが逃げる逃げる。うっあー冷静だった今ちゃんとしゃがんで透かして歩いて移動投げ。オラーカシオラー力丸さんさん力丸くんですねこれは。アカウント作ったぞオラーおめでとうございます。おめでとうございますっていうのも変だな。あうまっ反応が遅れると大変。ミミック見せろや。ミミックさっき死んでたよ。マーチさん強い。次誰やろうかな。ミミック対マッチ見せろや。それもうやった。それはもうやった。マッチヌーンサイコツはマッチヌーンサイコツみたい。どういう意味全く分からないんだけど。続いてオリュさんとクロさんですね。 1P がオリュさんの言うんで 2P がクロさんの剣。幻影のあちょっと回収いける？難しいよねあの当たり方。マッチ君が見たい。ちょっと待ってね。じゃあ次マッチさんやろうかな。あこれいったね。確かに今の大パン鉄腕鉄腕のパーツだと多分一ノットとか残る感じしたんすよね。これ何やってんの。これはねあの1人2キャラの総当たりをやっております。フロオリュミミックマツケンマッチでお送りしています。それ入んない。ああ待って、ま、待ってやって待ってやって待ってやって余った待つ待ち。それはねまだやってないからじゃあ次やろうか。力丸くんはマツケンさんとマチさんが見たいのかい。
よくわかんない、痛いの書いてたのにかかってこい、山津先生。あ、安いんじゃないか。Are you ready? Go! うわーわーわー、わー、ずーずーしいの来た。わー、痛すぎる、マッチ君のいいとこ見たい。We await your return, warrior. Welcome to the world. お、サマヨさん。こんばんは、カシノ。こんばんは、サマヨさん。今日は人が少ないので、一人通音総当たり。こんばんは。いきまる君もこんばんは。一人通音の総当たり戦をやっております。メンツは黒、オリュ、ミミック、マツケン、マッチとなっております。これお互い対象対決ですね。ヤン、大チュンリー、さっきの試合ではお互い逆で遊んでおりました。やばいやつじゃん。さあ、うー、差し返せずっていうか、まあ差し返すのは無理なんだけど、タイミング置き失敗、オリュさんの勝利。続いて、おわっすまんねん。続いて 1P が今キャラ間違えちゃいましたけど、マッチさんのユンと 2P がマツケンさんの誠ですね。あー、パクってんのかな今、もしかして。はい、このゲームこれ使う？使うよね、さすがに。Are you ready? Go! マコトしゃがみチューパンすごいユン戦で強いんですけど、しゃがみチューパンしか踏んないと適当中鉄に巻き込まれて死んじゃうんで、難しいっちゃ難しいですよね。
うわー確定してる、強い。うわー繋がった、繋がった、小足の姿勢で繋がったっぽいですね。うっ、マスさん何も出ないけど、でやっとゲージが出た。うっ、マチ君うますぎない。うわー絶対取れないあれ。うぅー今のはユン側迷うのかな、どうなの、難しいですね。ユンの聖中が、あ、ユンじゃない、誠の聖中がないうちにもう触りに行っちゃった方が良かったのか、幻影がたまるより絶対誠の方がたまったんで、ユンの強さに気をつけているのこれは。なるほど、う聖中後にユンの中パンって書くの、聖中後にユンの中パン食らってってことですかね。食らったら全然隠んないと思いますけど、マツくんうますぎない。だから力丸くん半分嵐みたいになってるよ。確定してます。マツさんあれうまいんですよね、アッパーかくらせんの。水中ガードした後だったらユンの中盤余裕でかくりますよ。ちゃんと仕込んでる、メッパーあるのにちゃんと仕込んでるのはすごいですよね。コマンドが結構似てるから。うわー価値確認か、あーちゃんと見てる。そうやっぱあれは豪輝は3分くらい嫌いなやつ出てるからやばいよこれは。いやユンが画面端で食らった時、いやですね、画面端に選手食らっても中盤は間合い的に届かないですね。フレーム的には絶唱が確定するんすけど、まあ距離がちょっと遠いから、7フレの部分じゃなくて確定しないっていう。ヤンの EX 登録とか確定ですね、ナトリーのコークとか確定ですと言ってる間にメイン対決ですね。届かなかった、中足だったら届いたかな。中パンメッパーが燃えちゃいましたね。Are you ready? Go! さあ今はもう開幕3秒で死にかけたんですけど、なんとか。あ、今のステップ見えないな。キャンセルメッパーでしっかりブロってる。ファイナルラウンドゴー。あら空人からぶらせて投げ、あれも強い連携なんですよね。歩いて移動だね、怖い。あー
体中はシャドウ陣内。これは死んだくせー。 You win。We await your return, warrior. ミミックフローです。